はいどうも皆さんこんばんは、ゆうゆうです。スパイダーマンやっていきたいと思います。今回はステルススーツというね、スパイダーマンが自作した、ピーター・パーカーが自作したステルスのスーツを使ってやっていきたいと思います。行きましょう。さてメインミッションの場所に着きました。おっと、マイルズが絡まれてますね。ああ、マイルズ。ピンチだな。てめえ、いい度胸してんじゃねえか、ガキが。お、スパイディ登場。いいね。大人が寄ってたかって子供をカツアゲするなんて本気？よし、終わったね。マイルズ、大丈夫かい？本物だよ、本物。あなたスパイダーマン？ねえ、あのスパイダーマンだよね。みんなのヒーロー、スパイダーマン。ジェームソンはそう思ってないみたいだけどさ。ねえ、勇敢だったけど、次はプロに任せるんだぞ。このスーツかっこいいですよね。わかった。でも、プロが近くにいなかったら。身長が2倍あるやつにパンチするのは危険だろ。そりゃあ僕も自分より強いやつと戦うけど、でも僕は。あ、ブルックリンブリッジのライノの時みたいに。かっこよかったな。そういうこと。相手が大きいなら素早くないとね。だろ？そうやって簡単に言うけどさ、あなたみたいに戦えないよ。じゃあやってみる？本当に？もちろん。いいよね。こういうところが親愛なる隣人で、ね。ルール1。我を忘れないこと。ゆっくり、深呼吸、リラックス。腰はまっすぐ。敵に先手を打たせる。足を使って軸がずれたら隙をついてバン。そう、そんな感じ。オッケー。そしたら当ててみて。顎に一発。オッケー。いい？いつだ。はや。ごめん。ああ、全然いいんだ。気にしないで。その調子でやれば勝てるよ。よし。授業終わり。またね。待って。ありがとう。そのいいんだよ。やっぱね、スパイダーマンはフレンドリーだよね。街の住人にフレンドリー。おっと、マイルズを操作していく感じだ。行ってみましょう。シェルターはこの先のはず。シェルターに向かう先に絡まれちゃったって感じですね。よう、マイルズ。なあ、さっき誰に会ったと思う？なんとあのスパイダーマン。マジ？すっげえ、ハッキングアプリ見せてあげた。ハッキングアプリ。そうだよ、見せればよかった。見せなかったの？買ってもらえたら今頃有名人だったのに。次は絶対忘れない。あ、マイルズ自分でハッキングアプリ作ったんだ。オッケー、またな。ハッキングアプリなんかいいね。ハッキングアプリがアンロックされた。これでハッキングできるか。強いね、マイルズ。わあ、なんかいる。こういう時は？ID？ 検問所を通過する。ここ？勘弁してよもう。こんなとこで足止め。早くフェイストセンター行かないと。マーティン・リーって男を知ってるか。探してるっぽいですね。ネットに情報を流しとこっかな。頼むぞ、ハッキングアプリ。ハッキング失敗するなよ。それじゃ行こう。あいつらは避けていかないと。オッケー。これ上いける？お、上いけるね。いい。あ、ドローンいる。ハッキングしないと。大丈夫か？スパイディ探してんのがない。銃が取り付けられてる。見つかったらやばいな。銃が取り付けられてる、やば。それはやべえ。わお、ネズミ。いい夢見てね。危ねえ。怖い思いしなくて済むなら最高に楽しかったのに。ここか。オッケー。よし。もう安全そう。安全だったね。やばかった。やばかった。フィーストセンターに着いた。母さん。長かったな。もしもし、フィーストには無事にたどり着けたの？
ああ、うん、もう着くよ。マイルズ、無理してシェルターで働かなくてもいいのよ。でもさっき母さんは選択肢をあげたの。僕はセラピーよりもこっちの方がいい。セラピーで言ってたよ、悲しみの癒し方は人それぞれって。僕は平気。そう、分かったわ母さん。何？話さないからって母さんのこと嫌いってわけじゃないよ。ああ、マイルズ、愛してるわ。二人で乗り越えましょう、ね。ねえ、もう切るよ。帰るとき電話する。お父さん失ったもんな。きついよね。マイルズの悲しみは相当癒されるもんじゃないと。そのまま深呼吸してすぐに戻るよ。お、ピーター。いや、マイルズ。ピーター。あの、本当気持ち悪いやつら。気にしないで、ようこそ。それで、その、何すればいい？そうだな、とりあえずはここに慣れることから始めよう。みんなと話してきて。コーヒー好きが多いんだ。コーヒーね。ああ。少ししたら様子見に戻ってくるよ。それでいい？多分。ああ、ホッジズさんは平気だよ。噛んだりしない。そんなには。噛むことあるのかな。本当に？ガブッと噛まれるかもしれないね。コーヒーどうぞ。美味しいコーヒーはいかがですか？どうも。手伝う？どうせクォークが何かなんて知らないだろう。素粒子の一種だね。クォーク。ほら、例えば陽子とか中性子とかハドロンの構成要素。素粒子ね。ハマった。お前やるな。頭いいよな、ほんと。うわ、壊してる。このオンボロテレビが叩けばいいってもんじゃないぞ。僕が見てみましょうか。ああ、ほら、学校にもブラウン管あるから僕にも直せるかも。ブラウン管？こういうのは何とか叩いてみりゃ直るもんだ。ほら、うつれ。それか、同軸ケーブルが原因かも。そうかい、わかった。好きにしな。ほら、どうぞガリベン君。やってみな。ガリベン君。まあでもハッキングアプリ作るぐらいだからね。ジェファーソン・デイビス巡査を称える声がやめません。先日の視聴者爆破事件で巡査は最後の瞬間自ら盾となって市民を守り英雄として殉職しました。おい、新入りカップが空だ。この人態度悪いな。態度悪いなというか、吹っ飛ばされただけでちっともヒーローじゃねえだろ。アニー、マイルズと仲良くなった？新しい助っ人だよ。お父さんの話聞いた？デイビス巡査、お父さんを亡くしたばかりで辛いはずなのにここでボランティアするって偉いよね。ああ、そうだな。ああ、どうもな坊主。親父さんのこと気の毒だったな。マイルズ、キッチンでおばさんが待ってるよ。タイミング悪い時に言っちゃったよね。おばさん、僕は行くけど、ほら見て、助っ人連れてきたよ。マイルズね、はじめまして。ほら、エプロンつけて、手を洗ったら説明するわ。今日からここで働くことになったわけだからね。あの、さっきはありがとう。いいんだよ。ここはどうやって賄ってるんだろうね。もう午後か。マイケルズ博士が移送されるはず。バワリーに行って見つけないとな。またニンジン切ってる。ちょっと古くって。コンピューター。なんなら僕が動作改善しておこうか。本当に？そうしてくれたら助かるわ。ピーター並みに頭良さそうだね。ピーター、気をつけるのよ。セーブルの巡回が厳しくなってるみたいだから。もしかしてスパイダーマンも倒してくる感じかな。じゃあシェルター出ますか。ちょっと遅くなるけど平気？あ、マイルズ話せんじゃん。ロボットクラブ。学校を何より優先して。ご両親とおじさんのことをメイから聞いた。葬式でひどいこと言ってごめん。気にしないで。ねえ、いつでも気軽に電話して。いいじゃん。いい仲になってきそうだね。まあ、マイルズが父さん亡くした時、ピーターもね、気持ちわかるって言ったけど、両親亡くしてるし、ベンおじさんも亡くしてるわけだからね。さあ、スパイディ。スパイディ稼業をやっていきましょう。
初日クリア。あ、ねえユリ、ユリちゃん、ちょっとバワリーに行ってマイケルズ博士の護衛してくる。ほら一応ね。マイケルズ博士の護衛。シルバーセーブルが歓迎するわけないでしょ。さすがに撃ったりはしないだろう。そうね、ゴブゴブってとこ。わかったよ、バレない程度に近づいとく、念のため。バレない程度に行ってみましょう。ここですな。うわ、これがデビルズブレスか。 GR27 だ、あれは。まあいい、気をつけろ、奴らの手に渡れば。大丈夫、我々は無敵です。いや、無敵ですって言ってんだ。ああ、そうだろうな。コード381、ケースを移動する。フラグ立てたよね、今。完璧フラグ立ったよね。我らは無敵です。我らは無敵、無敵なのかな、本当に。お、おい、ちょっと、今のは何だ。うわ、装甲車じゃん。てか、そんな普通の車で行って大丈夫か。やられてる。おい、無敵だ、無敵じゃなかったんかい。デーモンにやられてるんだけど。デーモン強いな。うわ、あ、博士の車が。スパイに早く行かないと。ああ、やばいやばいやばい。おお、マーティンリー白黒モードで、なってんで。待っていたよ、博士。ああ、移動しちゃった。おいおい、セーブル弱すぎだろ。おい、離せ、平気だ。はいはい、だろうね。どこまで位置張るんだよ。よし、追いかけよう。急げ。ユリ、マーティンリーを追ってる。博士とデビルズブレスを奴に奪われた。ちょちょちょ、街中街中。博士は無事だよ、今のところで。ロケランがね。あのトラック止めないと。どうしよう。より戦車。我々はテーブルインターナショナルだ。我々は武器の使用。やほーい。これは最後通告だ。ちょっと、この中に化学兵器入ってんだ。よし、いいぞいいぞ。倒さないとまずいね。ちょっといっぱいいる。回復しながら行こう。痛い。警察に引かれてるんですけど。よいしょ。ちょっと武器。やめよう。待ってくれ。移動してるからなかなかやりにくいな。ロケランは良くないよ。よし、これで全員かな。いや、なんとか倒せたけど。うわ、デーモンやりすぎでしょ。え、スパイディに当たった今。嘘だろ。うわぁ、無知野郎じゃん。セーブル、やめろって。コードレッド、コードブルー、パープル、パープル。とにかく撃つとやめろってば。おっとっとっと、何をしてるんだこいつは。よし、やった。ちょっとやばいやばい。探し出せ。こっちにいるよ、まだ。神が復活して、すべての罪人を裁くでしょう。うわ、なんとかしないと。わお、おお、かっけえね、かっこいいね。リー、そいつを渡せ。危ない。はい、壊しちゃえ。わあ、あれ、博士もネガティブモードになってる。
おお。急げ急げ。ブレーキオイル。どうなってる？Bは捕まえたの？うわあ、すごいことになってる。いや、貼り付けるってこういう時便利だね。あ、やばい。スパイディもやめ落ちしちゃうぞ。なんだよこれ。この時をずっと待っていた。この力があれば誰もが思いのままだ。やめるんだ。ずっと見ていた。視聴者に来るかと思ったが、なぜ君は来なかった。来なかったんだよ。それとも幻覚？ヒーローの不在で多くの命が失われるとは実に残念な結末だ。君と出会ってしまったことで、あの巡査はここに来る羽目になった。あ、確かにね、スパイディのせいといえばスパイディのせいだな。あー、ジェフが。利用されていると知らず。ノーマンの野望？肝心のノーマンは一体どこにいた？こそこそ逃げ出したんじゃないのか？逃げ出してたね。何が起こるか知り、奴は逃げ出した。リーの世界か。男が市長だと。ノーマンはこの町にはびこる病原菌だ。あ、マイルズ。病原菌など跡形もなく消し去ってしまえばいい。あれ、ピーター・パーカーいるんじゃね？塗り固められた仮面をこの手で剥がし、奴の真の姿。白日の元に晒してやろう。なんかやばそう。仮面をつけろ。え、仮面をつける？仲間にしたいってか？よしとくよ。必ず貴様をひざまずかせてやる。ちょっとやめて、それは。おや？うわ、なんかいっぱい来た。よりずつやっていくわけか。ってか多すぎだろ。ゾンビみたいにいっぱい来たぞ。一発やるごとに敵は消えていくけど。オズボンを止められる。てか全部白黒になってるんだよね。いてててててて、危ない。多いな。おっとっと。デーモンのソードマン。くっそ、こうなったら。いて大勢の命が救われる。このソードマン厄介だな。危ない。てかすごい気持ち悪いねこれ。多すぎでしょ。真の力を解放する。スパイディがネガティブになったら、ててスーツにある形みたいになるのかな。スーツにね、なんかネガティブなモードがあるんですよ、一つだけ。ダイ、もらった。危ない。この世界で姿、マスク暴くのかな。うわ、なんか、吹っ飛ばしてきたぞ。おっと、邪魔するな。リーさん、あなたを闇に置き去りになんてしない。投げるもの、これでも食らっとけ。あれを投げるべき。リーさんはね、あ、よし、壊した。いいやつだから改心してくれたらヒーローになってくれたりするかな。あ、戻ってきた。なんとか闇落ちせずに済んだぞ。おお、危ない危ない危ない。あ、スパイディ壁に突っ込んだよね。博士は博士。わあ、もぬけの殻じゃん。いないじゃん。おう、開けられてるし。無事ですか？
盗まれたか。ええ、まずいですよね。かなりな。そして、ああ、あれに乗ったのか。人気者ですね。あ、違う、セーブルか。てか、逃してんじゃないよ、本当に。何が無敵だよ。やつらが。ディディスコイア。ディディスコイア。何がスーパーヒーローだ。人を救うどころか、事態を悪化させるとはな。貴様のせいだぞ。僕のせい。護衛してたのはあんただろ。なんだよ、やる気。やられてる。やめないか。今はそれより市長に報告だ。彼女と行くよ。ありがとう。君は恩人だ。そのヘリコプターはカプコン製じゃないよね。さて、障害物レースクリアしましたね。ユリ、レベルアップ。マーティンリーの居場所まだ見つかってないの。マーティンリーの場所。コーヒーショップの目撃情報だと、衝突の後黒いセダンに乗ったって話。黒いセダン。黒いセダンね。どうも。ちょっと待って。あそこか。車のナンバーだけど、巡回していた私の部下が見つけてくれたの。黒いセダン。カナルとハドソン近辺の駐車場よ。さすが敏腕デカ。行ってみる。優秀だね本当に。よし、行きましょう。おっとマイルズ博士。もしもし。なんで知ってんだケース。マイケルズ博士。どこで無線を。セーブルから拝借してね。いいか、奴らはデビルズブレスを交通ハブで使うだろう。交通ハブですか。それに電車の駅。そうなれば感染は止められるぞ。それはやべえ。なぜ街中で生物兵器を開発してるんです。北極とかで開発すればいいのに。ノーマンにとって特別なものなんだ。何十年も執着している。何十年も執着している。違反していても彼は気にしない。市民にバレたら再選とはおさらばだね。再戦どころか、ハーグ条約の戦犯レベルだよ。ハーグ条約。なぜ僕にこの話を。あなただって共犯者でしょ。ああ、その通りだ。だが、リーのおかげで目が覚めたよ。これ以上見過ごすわけにはいかない。きっと君ならば、正しい行いをしてくれるだろう。頼む。わかった。町から町を救ってくれ。今すぐ。もうすぐ着くよ。ここだね。あ、黒いセダンだ。こっからどっか行ったんだ。くそ、持って行かれた。MJ に警告しないと。メリー・ジェーン・ワトソンです。あれ？またなんか、やってる気がする。また何か首突っ込んでるの？ああ、メリー・ジェーン・ワトソン。デーモンはここで何してんの？何か探してるって言ってた。でもここに一体何があるんだろう？ここあれだよね。居場所を教えていた方がいいよね。駅だよね。やっぱり広いな。家に帰れって言われて、PC に鎖で繋がれちゃいそうだし。まあ、ミサイル。調べて、後で連絡すればいいよね。ミサイルがあるよ。やばいですね。そしてこれは、なんだ。人だかり。高額迷彩。おお、すげえ。これだと人に見えないのかな。プレイヤーが見えてるだけで、他の人から見ると全然見えないのかな。あれ？これは何だ？散布装置。あ、マーティン・リー。やば。リーさん。黙って言う通りにしろ。少しでも騒げば死人が出るぞ。うわ。おまわりさん、助けて。ダメ。あー、デーモン来ちゃった。うーわ、殺した。あ、これでデビルズブレス巻くんだね。ダーモン、わー、閉じ込められた。まずいぞ。デーモンが人質をいっぱい取ったと。で、そこに首突っ込んでたメリー・ジェーン。これで電話が繋がらなかったのかな。
長の事務所です。オズボーン市長につないでくれ。どちら様です？探している男だと。望みは？30分以内にグランドセントラル駅に来い。一人でだ。死人は出したくないだろ。うわ、握力強くないですか。わお、まずいね。お気に入りのスーツ着てきて。これピーターだよね。わあ、ドローンがいっぱいいる。今行くよ。怪我は？うん、平気。急いで。これでも急いでる。駅で何してるの？それは後で。それよりリーがデビルズブレスを使うつもりみたい。いっぱいいる。ノーマン・オズボーンがここに来るまで使わないはず。待って、これも全て計画のうちだよ。ノーマンにデビルズブレスを使わせて責任を押し付けるつもりなんだ。それってちょっと病的だけど、あり得るかも。よし、着いた。42に、なんかすごいいっぱい駅あるんだね。わあ、いっぱいいる。あなたが来るのは想定内ってとこ。ドローンに巡回させてる。大丈夫、今通気口にいる。安全そうな出口は。通気口にいる。お、これだね。南西の角。オッケー。通気口のどこら辺にいる。あ、出てきた出てきた。スパイディが出てくる場面面白いな。こう見るとこうやってちゃんと潜入してんだね。ドローンに見つかる。あそこにあるタブレット見える？ドローンを制御してるの。盗めそう。え、あいつらの気をそらして。いい、撃たれないでよ。いいよ。スパイディどこ行く？どこいる？お、オッケー、いいよ。行くよ。セカンド。ここら辺から撃ったぞ。てかみんな気づくの早すぎでしょ。行けるかな？行って。急げ。タブレット盗んじゃうぞ。オッケー、ナイススパイ。このまま死んで止まるかよ。ちょ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 い。シャムダンレディション。待って。エムジェ、何してんの？ねえ、みんな落ち着かない？テン、ボラバニエペン。私は記者なの。オズボーン市長にもコネがあるから、ここに来るようにお願いできる。時間通りに。何？まずは彼を話して。先生、这记者说他知道怎么找到奥斯本。まずいこと言ったな。遵命。把他带到这边来。ミシェ、本当危険だよね。スパイダーマンからしたら。怖すぎる。あ、はいはいはい、ごめんなさい。これ止まったら行けって言われんのかな。あ、言われない。一人で来んのか。はいはい、分かってるよ。おお、スパイディ、ナイス。手すりを超える。了解。見つかったらまずい。スパイディ以外の目線っていいよね。わお、機関銃持ってる。やばいやばい。急ぐんだ。オーケー、任せて。ほら、早く。あともうちょっと。これでスパイディ動き回れるかな。お疲れ様。じゃあ脱出しよう。デビルズブレスは僕が行くよ。ダメ、パートナーじゃなかった。喧嘩してる場合。私たちが何とかしないとみんな死ぬの。君もね、そんなことはさせない。ダメ、自分で首突っ込んだし、自分で何とかする。自分で首突っ込んだって。スパイディどっか行った。スパイディどこ行った。嫌な予感、敵が多すぎる。だったら倒してみるとか。こっそりね。うまくいった。倒して。おお、いいねいいね。こういう場面でスパイディを見るのは面白い。チャス。あいつらを引き離してみて。なんとか引き離してみる。オッケー、任せて MJ に。倒して。お、いける。おお、ナイススパイディ。 MJ、 リーがいるって知ってたの？そういうわけじゃん。でもさっき何かありそうかなとは思ってたけど。ナイス。これは予想外。なんで言わなかったの？パートナーのはずだろ。パートナーは信頼し合うものでしょ。分かってる、信頼してるよ。家で PC とにらめっこしてる時はでし
じゃなくてさ、もういい。今は町を守るんじゃなかった。この光学迷彩使えるのかな。ちょっとこっちに呼んでみよう。おー、バレてない。すげえ。やって。本物だね、光学迷彩。あらららら、らマーティニー出てきたぞ。ちょっと警戒が増えちゃったね。やって。お、ナイス。タイマーを。タイマー。わ。あ、時間制限出ちゃったよ。やばい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 。爆弾のある場所に戻るぞ。奴らをお願い。デビルズブレスは任せて。本当に平気？わあ、線がいっぱいある。だからって諦めると思う？それでどうなってる？四つのワイヤーがある。青が2本と黄色と赤1本ずつ。ワイヤーの付け根を見つけて、機能ごとにワイヤーの色が違うはずだから。これは上に繋がってて、これか。それじゃ次は赤いの。よし、オッケー。やった。やったね。解除。うん、完了。さてと、みんなを逃がさないと。どうやって？スパイディの出番。いい。あ、今度スパイディ操作するのかな？じゃあこのスパイディステルススーツを使っていきましたね。よいしょ。おやすみ。やべ。このステルスプロジェクターの中にいればバレません。よし、MJ、今行って。了解。あ、バレちゃった。みんなついてきて。オッケー、大丈夫大丈夫。メンズだ。もう大丈夫大丈夫。ちょっとご利用したけど関係ないさ。MJ、脱出できた。バトルになるとね、スーツパワー使えない、あまり意味がない。そっちが片付いたらミーティングね。よいしょ。そうだね。でもまずはリーを見つけて。たたたたた、食らっちゃったじゃないか。MJ を敵に回すなんてかわいそう。まあ、僕はまだ敵じゃないよね。よし、終わった。リー待ってろ。発射すれ、逃げられるぞ。おー、リーと一対一の勝負か。遅刻まで有名なんだよね。おっと、危ない危ない。食らわなければどうということはないぞ。食らえ、マーティン・リー。やめろ、もうこの町から出ていけ。いつものマーティン・リーに戻るんだ。フィストセンターで人々を助けてたことを思い出すんだ。おっと、たくましくなった。あ、パワーアップしてんね。よいしょ。距離を取った方がいい。おわ、聞いてないな。気をつかないと。回避していかないといけないんだよね。縦線。おっ、よし、今のじゃ疲れてるところをつくべし。おっと、危ない。上上上、バテてきてるな。回復しよう。よし、チャンスだ。きっとべ。さて、また攻撃してくるだろう。縦線だね、これ。隙を見つけるんだ。どうする？これも縦線だ。当たらないよ。もらった。本当のあなたはこんな人じゃないはずだ。あ、ちょっと痛い。
殴りすぎでしょう。うわ、乗客いるんだが、逃げて。こんなとこで戦って大丈夫か。上、当たっちゃった。横、上、上、もらった。なんか蓄えてたぞ。だいぶ手前の車両だね、これ。今のクラウンだ。よいしょ。フォーカスゲージが溜まっていくよ。お、頻度上げてきた。そんなことはさせない。この列車を壊そうとしてるのか。ないんです。私は不死身だ。不死身なの。いけ、スパイディ、逆転だ。あ、感電した。その状態から戻らないんだ。ブレーキなし、全然余裕。やばい。連打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 。これスパイダーマン2のオマージュだよね、映画の。この前はうまくいったのに。ユリ、1番街と42番街って工事中。あと1ヶ月は道路封鎖よ。なぜ。行け、壊して。これでマーティン・リーも捕まえることできたかな。ついに親玉を倒すことができましたね。マーティン・リーずっとその状態なんだね。ラフト刑務所に連れてかれるんだ。でデビルズ・ブレスも解除したし、いいね、いいね。メリー・ジェイ・ワトソンです。メッセージをどうぞ。あれ？後で折り返します。また留守電？あ、ねえ、僕だよ。話したくなったら言って。じゃあ、マーティン・リーも捕まえることができたので、あ、今話す気分じゃない。メールだって会話だろ？てか、その格好すごいな。ところで終わりだよ。ちょっと待った、そっちの終わりじゃないってば。メール見ながら街をうろちょろする。すごいな、スパイダーマンっぽいね。こんな感じで LINE できんの。 LINE というかメッセージできんのはスパイディだけで。そっか、よかった。全然良くない。考えるって何を。パートナーの考え方が違う。やっと気づいた。ピーターはずっと恋人のパートナーって思ってたわけだよね。スパイディ、いろいろあったね。逃亡者クリア。やったわね、リーは。ゆうちゃん、デビルズブレスはセーブルが保管してる。これで6人目か、捕まえたビラ。これから飲みに行く。無理よ、あなたが暴れると書類仕事が増えるの。でもこれだけは言っとく。お疲れ様。ありがとう、その言葉待ってた。恐れかけたんだし、もちろんあなたが。いや、ゆりちゃん、仕事が増えるとか言ってたな。リーを相手してたせいで町はほったらかし。親愛なる隣人に戻らないとね。じゃあ親愛なる隣人に戻りましょう。今回はね、ここら辺で終わっておきましょう。また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。